乗員不足に向けた待遇改善、そういったところに対しての目配りもしつつ設定したのが今回の設定ということになります。西鉄は今年の春闘で満額回答ではないものの、ベースアップと定期昇給分を合わせて30年間で過去最大の月額1万2800円の賃上げをすると回答しました。また今年入社するバスの運転手の初任給を1万円引き上げました。背景にあるのは深刻な人手不足です。運転手の平均年齢は50歳を超え、採用してもそれを上回る数の退職者が出ていて、グループ全体ではおよそ130人ほど足りていないといいます。さらに来月から運転手の時間外労働の規制が強化される、いわゆる2024年問題にも対応しなければなりません。バスの場合は中途で入ってこられる方がもうほとんど、もうほぼほぼということですので、まあそれこそ年代も様々、そういったことも考えると、やはりこう少し厚めの待遇にしておかないとなかなか集まらない。今年の春闘では福岡県の企業でも高水準の賃上げ回答が相次ぎました。九州電力やトヨタ自動車九州、TOTO などが労働組合の申し出に満額回答、 JR 九州は定期昇給を含め平均 9.3% で月額平均2万4448円の賃上げとなっています。連合福岡によりますと、中小企業でも今月25日時点で賃上げ率が 4% を超えるなど高水準の回答が続いています。これから交渉を妥結していく流れにおいては、今の高水準を維持できるように期待したいですし、やっぱり労働組合のない企業ですね、あらゆるやっぱり労働者、企業においての賃金引き上げが実現するということを期待していると。福岡県宮古町にある自動車部品の製造工場です。ほとんどを日産自動車九州などに納品していて、350人以上がこの工場で働いています。これまでの春闘では3回の労使交渉が行われていましたが、今回は2回の交渉で満額の回答を出しました。昨今の物価高、これについてですね、やはり従業員の生活の質の向上、維持向上ですね、そういったところを果たしていく役割はやっぱ企業に求められるんだろうと。やはりこういったいい回答っていうのは早く従業員に伝えて、従業員のモチベーションにつなげていきたいなっていう思いで今回回答いたしました。一方、組合側は人材を確保するためには何より賃上げが欠かせないと訴えます。今の若い人たちにとってはやっぱり人気はあまりないのかなって感じてしまうような今結果ですので、また賃金とかもですね、今回の春取りの結果を受けて、魅力のある賃金になってくれば、また入ってくれる方がですね、増えるとは思うので、従業員が働きやすい環境を作るためにこの会社が特に力を入れている場所があります。大理石調の床、そしてスタイリッシュな鏡、実はここ工場の中にあるトイレなんです。ホテルでも通用するような、もしくはそれ以上のものを目指せということで、去年から進めているのがトイレの改修工事です。毎日必ず使う場所を清潔に保つことが働きやすさにつながると考えています。工場内は快適に過ごせるよう冷暖房を完備、さらに来年度からはもしもの場合に休暇が取得できるライフサポート休暇制度も導入します。良い状態の中で働いてもらうということで、最大限のパフォーマンスを出してもらうと。で、今回の賃湯についても働きがいですか、そっちの面でいくとその一部なのかなと。で、あと働きがいと働きやすさ、
これの両輪で企業を運営していきたいなと思ってるんで。